ご覧いただきましょう。まずは竹村剛選手対シェーン・ビグビー選手の一戦です。20分一本勝負、じっくりと楽しんでいただきましょう。藤波さん、はい、まあ、すっかりですね、この恵比寿の303もですね、あの武賀のファンにはおなじみの会場と、そうですね、いう形になりましたけれども、まあ、これがあの今年最初のね、はい、あの武賀大会だったんですけどね、はいはい、東京はあのかなり久しぶりというね、あのそうですね、ちょうどこの前がね、はい、あの本当に7、8ヶ月かな、はい、空いたんですよね。本当に久しぶりですよね。この首都圏のファンにとっては待ちに待ってのね、武賀のリングということになりました。この、まあ、武賀、はい、95年の10月ですか、旗揚げ以来、約2年半、およそ13回興行されてき、はい、たわけですけれども、どうでしょう、当初のですね、藤波選手の理念、はい、そういったもののですね、この成熟度、達成度というのは今の段階でどうなんでしょうかね。そうですね、伝わってきてますけどね、はい、でもやっぱりまあ難しいですよね。なるほど。というのは、今にあまりにもね、はい、そのプロス界がいろんな部分でその動きがね、やっぱりその早いということとね、はい、これだけまあいろんなこの団体があるとね、まあ、特にこの無害一つだけではね、うん、こう自分たちが伝えたいものがね、はい、どこまでこう伝わるかなっていうね、はい、ただそのやってることに関してはね、本当にこうみんなこうじっくりこう見てくれてますよね、はい、あのファンの間でですね、はい、無我のこのスタイルというのはですね、非常にこの認められてきたというかですね、はい、まあ失礼ですけど、地道にこう浸透させてきてるなというね、してきてるなという印象を非常に受けるんですけどもね。そうですね、はい、特にまあこの試合は竹村まだデビューして本当にこれまだ何戦目なんですよね、はい、相手があまりにもこう、うますぎるっていうか、本当にだから相手も反対にこの竹村の動きをね、じっくり見てやろうっていう部分でね、まあ、シェーン・ビグビーといえばね、はい、ライレー道場、ビーライレーのジムの、はい、まあ、師範そうですね、はい、本当にもうヨーロッパ選手権もね、何度も取ってますね、はい、まあ、こういう動きなんか本当にもう竹村の動きをね、ゆっくりこう合わせてるっていうかね、はい、本当にもう自分の動きをまだ出しませんよね。なるほど、はい、まあ、この辺りの試合もですね、このビクビーの動きなんかを見ていただければ、この無我のやらんとしてる部分というのは非常によく伝わるんじゃないかという気がします、はい、ただね、この試合の後に僕は竹村に怒ったんだけどね、はい、で何で怒ったかというとね、僕もまあ昔猪木さんによく言われたことなんだけど、はい、その練習、その道場でやってることとね、はい、このリング、まあ、お客さんが入っちゃうと、はい、自分の動きが止まっちゃうんですね。変にそこでこうやっぱりこのもちろんプレッシャーもありますよ、うん、しようからね、お客さんが見てるってことでね、自分の動きができなくなっちゃうっていう、はい、しかもまだデビュー戦何戦目かっていうね、はい、まあ、経験がなさから来るもんなんでしょうけど、それよりももっとね、自分がどうやってるそのままのね、動きでなんでできないのかなっていうね。なるほど、うん、だから相手はもう絶対その勝ち負けじゃなくてね、相手はもうベテランなんだから、はい、自分がもっとその道場でやってるようになるより構わずね、少なく相手 そのバックなりね、はい、足なり取っていかないのかなっていうね、はい、それがだからね、僕が見て非常にこう深いかったですね。そうですか、うん、この試合見ててね、まあ、もちろんそれだけの潜在能力を十分持ち合わせている選手とこういうね、非常にその評価なんでしょうけれども、そのあたりがこのやはりプロのリングでどこまで、発揮できるかという部分もやはり気になるところになります、うん、でもね、分かるんですよ、はい、僕もね、アルボンで昔のそのデビュー戦の頃をね、思い出すとね、はい、確かに猪木さんから言われたことは分かるんです。分かるんだけど、なかなか動けるもんじゃないんですよ、やはりこのリング上に上がってね、本当に5分がいかに長いかっていうね、はい、なるほど、まあ、レスラーじゃないと分からない感覚なんでしょうけども、はい、やはりでもね、経験しかないんでしょうかね、うん、自分がね、一つのその、なんていうのかな、こういう活動のね、頂点でね、アルボンでその動きをこう一つのアルボンでその一打でしょ、はい、一打のその座長になってみるとね、その一人一人そのなんていうのかな、この選手のね、動きが非常に気になるというかね、うん、さあこの取り合いから今度は腕を取っていこうというところ、はい、まあ、これも本当にもう油断がれば本当きっと腕を一本取られてしまうんですけどね、はい、やっぱこの辺まだ支援陸軍も余裕でまだ竹村を待ってますよね。なるほど、ある程度相手の出方を見つつという部分なんでしょうかね、はい、こういう時もチャンスなんだからね、どん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 自分の技を、うん、仕掛けていってね。さあ今度は逆に下半身を攻めていこうというところ、おっと足をフックしていった、まだね、あ、うまい、自分で何をしていいか分からないんですよ、今まっさりね、はい、逃げられてしまいましたが、さあ今度は逆にタックルから倒していく、うん、あ、しかし首を決めていますが、
まあ、これ竹村も僕はあの半年近くかな、はい、あのこのイギリスのビリライジムにね、修行に出したんですけどね、はい、非常にある分ではいい経験をしたと思うんですけどね。なるほど。おっと強引に今ジャーマンですかね、投げてきました。柔らかいですね。あの体勢から投げるというのがいかにこの、ねまあ、レスリングの、ね、腹筋背筋の賜物というような感じもしますよね、はいはい、おっと今の負け投げですね。本当にあの非常に、はい、あの相手の下から入ってきやすくて、もう相手がブロックしようがないですよね。うん、はい、中途半端なその負け投げだとね、相手がこう追いかぶさっちゃうんですよね。なるほど。あれだけ中に入ってこられると、あの相手はもう我慢できないですよね。うん、ちょっとしたこの隙というのを見逃しませんね。やはりこのいわゆる隙のない緊張感というのは、この一つの無我の魅力でもあるわけであります。そうですね、はい。まあ、カルゴッチもね、あのこのビリライジムから、出てった選手ですからね、はい、やはりこの無我のスタイルというのはですね、はい、限りなくどうでしょう、方向性としてはアマチュアレスリング、グレコローマンフリースタイルとあるんですけれども、もうそうですね、もう全部こう巻いたようなもんですよね。ただそのポイント性はね、はい、あの取れてませんけどね、はい、ポイント性を排除した、まあ、極めてレスリングの原点に近いものを目指していくということなんで、はい、もちろん関節技投げ技というのも、はい、これはポイント制にやったら多分勝てないでしょうね。ビルライレジムの選手に勝てないでしょうね。なるほど、はい、バック取って何点と言わせてしまうとね、本当このやったら勝てないでしょうね、はい。さあ今度は足を取っていく、おっとアキレス喧嘩、トローブレイク。このビルライレジムの選手っていうのは本当にその週にその何回かそのビルライレジムでね、はい、練習をしてんだけど、普通彼らの日常の一つの職業を持ってるんですよね、みんな。本当自分たちは好きでそのこういうまあ練習をしてるんですけどね。ははははだお客さんにその評価してもらう場所がないんですよ。うん、これ唯一この無我 そのリングが彼ら の評価してもらう場所なんですよね。はい、このリグビーもだいぶ試合をする、いわゆるこのお客さんの前で試合をするというのは非常に久しぶりなようですね。そうですね。はい、でも彼らも見てるとね、本当にもうジムで練習してる、もうそのままですね。だからある分でお客さんの意識はないですね。お客さんが周りにいるっていうそういう意識はないですよね。なるほど、はい、本当この、姿勢が欲しいんですよね。ははあのこの若い日本人の選手にはね、竹村君にもね、はいはい、さあその道場で培ったね技術、そしてこういうね、この動き、今のもトリッキーでした、ね、おっと、そして今ドラゴンスクリーンのような形、そしてあヒールホールドが、まあがっちり決まった。これはちょっと見られない、いやー、ね、何か奥の深さみたいなのを見せつけられたような部分の試合でしたね。まあ、竹村選手としてはただ試合としては非常にいい経験になったんじゃないですか。9分46秒ヒールホールドでシェーン・ミグミ選手が勝利を収めて一戦になりました。まあ、やはりこう、ね、じっくりとしたレスリング、最後の動き、くっと待って足を取っていく、これは本当にもう芸術品でしたね。この動きですよね、はい、我々でもね、本当に真似したくてもできないっていうね、うん、あの柔らかさっていうかね、本当こう関節が柔らかいですね、はい、足もね